はい、どうも皆さん、こんにちは、下岡です。今回はね、こちらのカンパーニュを作っていきたいと思うんですけど、今回はまあ長期熟成カンパーニュというところで、はい、見てるとですね、0.05% のオードライイーストを使って発酵させていきたいと思います。はい。まあ、今回の動画はね、かなりまあ実験的な動画になっておりますので、まあ、こんだけ少ないイースト使ってね、作った場合、どういう風なカンパーニュができるのか。っていうね。まあ、こういう、まあ、興味本位でね、見ていただければなと思います。はいはい。ですから、まあ、こういう作り方の動画ですよというよりは、まあ、こういう風になりましたよという報告動画でございますね。はい。まあ、だから、イーストですね、少なく入れてもできますよっていう、そういう、まあ、確認の、まあ、動画として使っていただいてもいいですし、はい。まあ、どうなるのかなっていう、まあ、興味本位で見ていただいても大丈夫ですというところで、はいはい。で、カンパニーを作っていきたいと思うんですけれども、まあ、一応ね、カンパニーの定義ですね。まあ、定義はね、一応ね、自分の中で、まあ、ライ麦粉を使っているっていうところは最低限あるかなと。はいはい。で、まあ、できるなら、まあ、海分とかが多いような、うん、まあ、外皮の方が多いような粉を使うといいのかな、というような配合部分でね、思っております。で、作り方的には、なるべく熟成させたような種とか生地を使っている。ここら辺がね、まあ、カンパーニュとしては定義であるかなと思ってますんで、今回もその作り方に一応準じていますね。今もこれ、種を作ってますしね。で、今回の種ね、ちょっと普通と違う作り方をしました。はい。まあ、0.05% のイーストっていうのもそうなんですけれども、モルトと、まあ、最初からライ麦を入れましたね。ここら辺はモルトエキスとライ麦粉に含まれる酵素っていうのが余計に働いてくれるっていうのを狙ってわざと最初から入れています。普通はまあ小麦粉だけで結構作ったりとかするんですけど。で、液種にしてますね。液状にしてます。はい。みたいな感じで、とにかくまあ発酵しやすい環境をとりあえず整えてあげました。で、長時間発酵させます。24度で、まあ、12時間ですね。はい。まあ、25度ぐらいの室温。まあ、これは大体変動はしますけど、部屋の温度が大体ね、まあ、暖房つけてましたけど、25度ぐらいで調整して、で、まあ、12時間ですね。今ね、これ16時間ですね。これ発酵してきましたので、発酵具合に関しましては、これ、種を作る目的としては、発酵力を上げてやるっていう意味も含まれていますので、一回も最高潮まで膨らんで、ちょっと落ちるぐらいっていうのが目安にはなります。まあちょっとね、そこら辺は分かりにくいっていう部分もあるとは思うんですけど、まあまあ、だから、まあ、これ以上膨らまないやっていうような状態までなっていれば、OK っていうことですね。まあ基本的にね、イーストが入ってて、発酵しないということはまずありえないので、あとは温度だけですね。粉揚げ温度と、室温だけ。まあ、それなりに、うん、ぴったり25度とか、その粉揚げ温度24度とかじゃなくていいので、近くに、まあ、プラマイ1、2度ぐらいでしといてやれば、普通に発酵はしてきます。ということです。はい。で、本骨をしていきますけれども、本骨の方が、まあ、先にもうライ麦とね、モルトエキスの方を、種に使ってましたんで、塩と粉と水だけですね。合わせたものを、種に混ぜていくという形です。はい。今回はかなりまあ、緩めの感じのね、生地ができますね。先にまあ、半分量の生地を、粉をね、もうすでに種として消費しているっていうところと、まあ、ライブには 20%、今回はまあ、中挽き粉ですね、うん。これをやっていますので、まあ、かなりね、生地の力としては弱めの状態になっていますね。もうすでに配合の時点でかなり弱めになっていますし、種に使った分のこう小麦粉って、もう一回時間を置くことによって、まあその分ちょっとグルテンがこう伸びたような状態になるんで、そこは締まりがなくなるっていうのがあるんで、なので、まあ液種とかにすると、まあ特にね、水とのつながりも強くなるんで重くなるし、まあグルテンの伸びの状態にもなるしってことで、まあ伸縮性がなくなるってことで、伸びる力だけ高まって、こう戻る力が、まあちょっと弱くなるっていうのが、こう時間置くとね、グルテンの特性として出てきますんで、まあね、そういう感じの状態になっています。まあ要は、だれやすくなってるっていう状態ですね、これね。まあ、逆を言うと伸びやすくなってるって言い方もできるんですけど、まあそういうのに新しい小麦を入れていって、で、最低限力をつけてやって、で、それを、まあ膨らませていって固めるというのが、まあちょっと今回の作っているカンパーニュの、まあ流れになります。はい。で、まあ、こねていくわけなんですけど、自分はね、普通に、こねます。こねないやり方とかでも全然いいんですけど、自分はね、普通にこねます。これはなぜかというと、単純に、ま、普通に時間短縮って言っていいのかな？うん。まあ、30分とかで、ま、繋いでいても別にいっちゃいいんですけれども、まあ、普通に5分ぐらいこねればもうそれで完了するので、自分はま、そちらを採用しているという感じですね。
歯切れが良くなるうんぬんかんぬんの話はあるんですけれども、ただただまあ今回の配合とかで言うと、どんなに頑張ってこねたところでそんなめちゃくちゃ噛みちぎれなくなるほど歯切れが悪くなることって普通にないので、はい。まあなんで、まあ自分は普通にこねますっていう感じです。まあこれは人によってやり方あると思うんで、まあ自分はこねますよっていう話ですね。うん。で、まあこれ一応こね時間が5分ぐらいで済みますので、この間にね、まあちょっと理論的なお話とかも済ませてしまいたいかなと思うんですけども、はい。まあ、長時間発酵させることのメリット、まあ、なんでそもそも長時間発酵させると思ったのかっていうと、まあ、普通にドライイーストと、あと天然酵母ですね。これとの違いっていうのがどこにあるのかっていうのを調べたくて、で、あ、じゃあ発酵力を同じぐらいにしてやれば同じような、まあ、内装になるんじゃないのかっていうところで、まあ、ちょっとやってみたっていう実験だったんですけど、まあ、ちょっと先に結論言っちゃうと、やっぱちょっと違ったなっていうところがあるんですけど、まあまあ、これね、多分長期熟成とか言っても、天然酵母とか、それの種、継ぎ足していくやり方、まあ、ルバンダネとかサワダネとかいうふうな作り方をするやつって、まあ、今回、本当、1日ぐらい言っても、熟成期間、長時間って言っても、なんですけど、向こうの天然酵母の方はですね、もう何日とか、まあ、1週間とか、うん、かかったりとかするんで、やっぱそもそも熟成期間が違いすぎるかというところでね、うん。まあ、結論は、まだまだちょっとやっぱり同じにするには熟成期間足りないなと、0.05% でも、まだイーストは発酵力強すぎるやっていうのが、まあちょっと結論ではあったんですけども、うん。まあそれ以外にもね、一応粉分解されて、粉でんぷんとかね分解されて、いろいろでんぷんがブドウ糖になってたりとか、若糖になったりとか、そこら辺の違いとかもあるとは思うんですけども、まあまあ、まあそんな感じで違いを実験するっていう感じのつもりで始めたんですけど、まあ結論で言うとね、まあでも近づきはしましたね。近づきはしました。うん。発酵力を落とすことによって、なんていうか別に発酵力が弱いからそうなるというよりは、弱いのでそういう作り方をしなくちゃいけないというふうになってきて、で、まあなんか結果近づくっていう感じですかね。うん。まあ何が近づいたのかっていうと、まあ一応密度ですよね、今回ね。まあ先に言っちゃうと、密度。うん。生地の密度。膨らみにくいんで、膨らまない。時間をかけないと膨らまないんで、で、時間かけてもそもそもガスの発酵力が弱いんで、そんなに膨らみきれない。うん。で、まあ長時間置いている分、さっき言ったこのグルテンの緩みも出てくるので、まあ上に伸びにくいっていうか、まあふわふわした感じになりにくい。って言えばいいですかね。うん。グルテンが、こう、しっかりと力を持った状態で、で、それで膨らんで、で、固まると結構ふわふわの状態になっちゃうんですけど、グルテンの力ない状態で、まあ、要は脆い状態で、まあ、膨らませてやって固めると、まあ、脆いので、ふわふわじゃないという、まあ、これの当たり前の話があるんですけど、はい、はい。まあ、そこら辺のね、違いが、まあ、出ていたかなというところで、時間がね、置くことによって、そのグルテン弱まってるよとかね。多少ね、酵素によってでんぷんが分解されてるっていうところも一応狙いとしては出てたかなって気がするんですよね。香り的に、まあ、ちょっと普通の作り方したよりちょっと良かったかなと、ちょっと香ばしかったかなぐらいの感じはありましたので、うん、まあ最初にちょっと言いましたけど、まあ、種にね、最初からモルトエキスとか、うん、ライ麦とか使ったっていうところでね、まあ、こういう酵素がたくさんどっちでも含まれていますので、分解を図ったという段ですね、でんぷんの分解を。で、ちょっとこね上がりのとこだけ確認したいんですけど、まあ一応ね、伸びはするんですけど、いつものような薄い膜はできずに途中で破けるという感じですね。これくらいで、まあわざと止めておきます。まあもちろん、これ以上ずっとこねていくといつものように、まあ綺麗な膜っていうのができてくるとは思うんですけど、まあまあでもそもそもね、粉とかの適性っていうか、性質ね、よって、そんなにめちゃくちゃ強力粉でやった時みたいに、超なんか絹のように薄く伸びるよっていうことは、まあそもそもならないんですけれども。うん。まあ、これのね、生地のもろさ、ここのこね上げの時の生地のもろさが、まあ、イコールでそのまま食べた時の噛みちぎりやすさだと思えば、こね上げの目安としては分かりやすいのかなと気がしますね。薄く伸びるっていうことは、その分、まあ強くつながってるってことですからね。まあ、だから、もろく破れるってことは、それだけもろいということです。噛みちぎりやすいということです。はい。で、これが、10時間後ですね。はい。10時間後、こちらでございます。はい、結構ね、普通に膨らんできてますね、とは言っても10時間置いてますからね。当たり前ちゃ当たり前ですけども。まあ、0.05%。うん。たったね、これだけのイーストでもね、普通にやっぱ膨らんでくるんだな、っていうとこはあります。はい。で、まあ、必然的に時間が長く
があるので、まあ、先ほどから言ってる緩いやつっていうのができてきて、食べた時の感触としては、まあこれはね、水和が高まってるっていうのももう一個原因ではあると思うんですけども、結構どっしりした感じ、まあ、もっと言うとちょっとしっとりした感じにはなりやすいです。で、膨らみにくいっていうところも相まって、今回ね、まあ、最終発酵はわざとあまり長く取りませんでした。わざとだから、そもそも重く作ろうとしてたって感じですね。まあ、なんで、真ん中の、ね、密度が高いので、密度が高いんでしっとりしてるっていう部分もあります。はい。だから焼くときの、ね、注意点として、水抜けが悪かったっていうのもありますね。ちょっと先言っちゃいますけど、なかなかね、まあ水が飛んでってくれなくて、ちょっと予定よりも焼き足したっていうのがあったんですけど、まあそれは後ほど解説します。はい。今ちょっと成形の話に移っていきましょう。まあ、箱の見極めとしてはね、まあ、大体倍量ぐらいになればもう十分かなって気はしますね。もう元からそんなに何ていうか、カンパーニュってスカスカにして美味しいものじゃないと自分は思っているので、はいはい、あまりブクブクは膨らませませんね、基本的に。もう大体2倍量ぐらいですかね、こね上がってから。目分量でいいですけどね。やったら、ま、自分は OK かな、ぐらいに思っております。はい。ちょっと縁が上がってきたぐらいですかね。うん。まあ、これは生地の硬さがあるんで、この縁で判断するのはちょっと危険ですけども、上がり方で。はい。で、これで、ま、出していくんですけど、まあ、粉はね、最低限使った方がいいんですけど、まあ、結構、今回のベタついていたので、はい。最低限使うために、ちょっと先にね、わざと大量に、多めに、やっておいたというところです。はいはい。後からちょいちょい足していくとね、余計に中に入っちゃったりしますからね。で、これでまあ成形していくんですけれども、もう気泡をね、なるべく潰さないように針だけ出してやります。はい。なので、外側の側の部分だけですね、つまんで、真ん中に持ってくるというやり方をしますね。折ったりとかはしないです。もう外側の、なんていうでしょうね、皮をつまんで真ん中に持ってくるって感じですかね。はい。で、まあ、閉じ目は上にしますね。まあ、ひっくり返したとき閉じ目が下になりますんで。で、まあ、今回は別に、自分はバヌトンとか持ってないんで、では用意する気がないので、そもそも。別に必要はないので、まあ、ボールに入れて箱を取っていきますが、まあ、ちょっと最初に用意したボールが、大きすぎたので、ちっちゃいボールに移します。はい。まあ、これね、ボールの大きさは結構重要になりますので、なんていうかね、このカゴ、発酵カゴとかを使うのが重要というよりは、生地量に合った適正な容器を使うっていう方が重要なんでっていうところをちょっと言いたかったんで、今の動画は残しておきました。はい。大きさが合わなかったら、まあ、ちっちゃいボールにでも移した方が普通にカゴに入れるよりもいいよっていう話ですね。結局上に上がってくれるっていうのを助けてくれるという意味でこういう丸いやつに入れてるんでねっていう話です。はい、はい。で、これをそのままひっくり返して乗っけていきます。で、今回ね、下の紙なんか切り込み入れてるのなんでと思うかもしれないですけど、自分がね、鍋を使って今回ちょっと焼いてみようかなと思ってまして、うん。自分がね、普段から使ってる調理用の鍋が実はテフロン加工じゃないというのを最近気づきまして、はい。あ、これ普通に直火で使えるやんというふうに、直火っていうか、オーブンで焼けるやんっていう、から焼きしていいじゃんっていうことに気づいたんで、じゃあそれで焼いていこうかなと思って、それに合わせてね、切っているという感じですね。下の型を、はい。まあもう粉たっぷりかかってますんで、そのまま切り込み入れて焼いていきますけど、まあ切り込みの深さはもう完璧にお好みなんで、はい。で、まあ端っこの方までね、切れてるようにだけ一応注意してやってください。クープの意味としてはやっぱりきちんと上に上がっていってやるのを助けてやるっていうのね、ありますので、まあその意味をちゃんと果たせるようにね、端の方まで切ってやってください。深さはあまり深く切りすぎない方がいいですね。深く切りすぎちゃうとね、そこだけこう、横に広がっちゃいますんでね、深く切りすぎると。縦に上げるのがクープの目的なんで、あくまで、縦に上がるのを助けるための上、クープですからね、はい、深く入れると横に広がっちゃいますという感じです。で、これ予熱しておいた鉄板と、まあ、さっき言った鍋ですね、まあ、これに入れることによって、まあ、蓄熱が上がるんで、まあ、焼き伸びするだろうっていうのをね、これは自分のメンバーさんの、ね、投稿を見ててね、あ、やっぱ鍋とかに入れるとかなり焼き伸びするなっていうのを断面見せていただいて思ったので、はい。まだ家庭用オーブンでカンパーニュ焼くときはやっぱし何かしらの方を鍋とかあった方がね、いいかなと思ってやってみたんですけど、まあこれは正解でしたね、基本的に。うん。まあもちろんテフロン加工の鍋しか持ってないよという方はそのまま鉄板だけね、予熱して直火で焼いていただいていいんですけれども、まああるのであれば、うん、テフロン加工のだとちょっと、まあ剥げちゃうんでダメですけど、まあ、加工がないやつの鍋があるんだったら、ちょっと一緒に予熱して入れてっていうのはいいのかなと思います。まあ、この材質はね、正直何でもいいと思いますよ。うん、まあ、ダッチオーブンとかいろいろオーブンいろいろあります。鍋の形いろいろあると思いますけども、うん、まあ、蓄熱量が上がるっていう方が大事なんで。
で、まあ、焼き方としては、今回ね、自分は240度で15分焼いて、その後230度に下げたんですけど、結局ね、途中でね、あ、ちょっとこれ、もうちょっと強い温度で焼かないとダメやったなっていうのを気づいたので、一応、表示の方には240で15分で、その後また240みたいな、あ、240で30分ってしてましたね。うん。っていう風にしてます。まあだからね、ちょっと設定温度いじいじしながらやったんですけど、今回のは、まあ焼けにくかったっていうところがあって、で30分焼いて、今からちょっとこれ乗せますけれども、293。ちょっとね、これまだ水抜け悪いんですよね。20% っていうところまでね、減らすと、今回の重量で言うと、276ぐらいまでいかなくちゃいけないんですけども、ただ、まあ、あんまりね、長く焼きすぎても、今度は底とか側が硬くなっちゃうんで、プラス5分だけして、まあ、286で OK ということにしました。はい。これで大体17か 8% ぐらいですかね。うん。に、消減率がなったと思います。あんまり水残しすぎちゃうと、今度は中がネチャついちゃうので、そこら辺は好みではあるんですけどね。わざとたくさん残す人ってもちろん意はするんですけど。あそこら辺で消減率とかで、まあ、スカスカ具合というか、まあ、中のね、水抜け具合、ネチャット具合は、調整してやってくださいという感じです。はい。で、これはま、出来上がりも6時間ぐらい置いてますね。しっかり落ち着いてからカットしてます。こんな感じです。はい。気泡がちょっと上に向かって伸びているのがわかるかなと思います。これが焼き伸びしたなっていうところです。はい。で、ね、これはね、伝わるかわかんないですけど、パサパサした状態のやつと、やっぱりしっとり感があるやつは、膜のテカリ具合がやっぱ違うんですよね。膜の厚みが違うっていうか、気泡を形成しているこの膜があるじゃないですか。あれが、まあ、なんていうか、しっかりと時間を置いてるやつって、熟成が進んだやつって、まあ、暑いというか、まあ、そういうのがあって、まあ、見た目で結構、こう、ふわっとしてるやつと、しっとりしてるやつと、まあ、見分けがつきやすいんですけど、滑らかですもんね、やっぱりね、時間を置いてやった方がですね、うん、時間を置くことの一番のメリットとしては、全体の一体感が上がるので、食べた時に非常に口当たりが良いですと、まあ、端的に言うと、まあ、食べやすくて滑らかで美味しいですと、はい、まあ、そんな感じになるんですけど、まあ、もちろんね、粗っぽい方がいいやっていう方は、まあ、短時間とかでも全然 OK ですし、時間ない時はそれでもっていう話なんですけど、ただ時間を置くメリットとしてはって感じですね。うん。で、まあ、今回少量のね、ほんと少量のイーストでやったんですけど、まあ、これをやる意味としては、強制的に長時間発酵させなくちゃいけなくなるっていうところが1個と、あとは最後の最終発酵。これね、最終発酵の時に、まあ、ちょっと、イースト量をたくさん入れてやったとしても、あんまりその膨らませない状態で、焼いてやれば同じじゃないかっていう風な考え方もできるんですけど、実は焼いてる時にも発酵って進むんですよね。焼いてる時にも発酵って進むので、たくさんイースト入れてると、多少発酵を抑え気味にやって焼いてやったとしても、焼成の時にこう、ボロボロって膨らんじゃうっていうところがやっぱあるかなと思うんですけど、まあこういうね、少量の発酵力の弱いイーストの、残った状態で焼くと、そこら辺がやっぱちょっと少なくて、どっしりと余計に上がりやすいのかなっていうところがあって、まあ、天然酵母と、で、とかで作った時と似たような感じにちょっと近づいたかなと思いましたね。うん。まあ、実験なんで別にそれがいいというわけではないですけど、ただ、重くどっしりしたような、まあ、しっかりね、一体感のあるしっとりした乾杯を作りたい時は今回のような感じもいいんじゃないかという話ですね。まあ、内装的にはこんな感じです。焼き伸び的にはね、かなりいい感じにいってると思います。こう、上に気泡が伸びて向かっていってるっていう状態。これが上に伸びてるっていう証拠ですので。こうするとね、まあ何がいいかというと、まあ弾力ですよね、単純にね。うん、上に伸びてるんで食べた時にここの弾力が生まれるんで、これが横に広がってるとどういう感じになるかというと、わかりやすいのが、おせんべいですね。せんべいの食感になります。バリバリの食感になるっていう感じですね。このね、縦の、この基本の伸び方ですね。縦に伸びるか横に伸びるかで、こう、食べた時の食感が変わるっていうのを一応覚えておいていいのかなと思います。はい。な感じで。まあちょっと食べてみようかなと思うんですけど。はい。まあこんな感じですよね。食べるときはですね、切っていくときはね、こう、真ん中から両端に向かって切っていくと、同じ大きさになっていくので、こう、ピタッとして乾燥しないよっていうのがあるんですけど、まあ、これ雑学ですね。はいはい。で、これね、まあ、そのまま、まあ、外して食べても、まあ、美味しいっちゃ美味しいんですけど、まあ、そもそもそういう食い方をするものじゃないので、一応ね、塗るもの用意しているので、これをちょっと、なんか
ね、そんなに別に気取った食べ方ってする必要ないのかなと思っていて、見ての通り、まあ、かなり雑なんですけども、昨日の残り物とかありものをちょっと持ってきて、でこれを普通にこうなんだ挟んでこれで食べるとかで、十分いいですよね。っていうか、もともと主食ですし、そういう食い方をする方がまあなんか自然なのかなと思って、ちょっと今回これでいってみたいと思います。はい、まあこんな感じでね、食べたんですけど、さすがにトマトぐらい切った方が良かったですね。ちょっと飛び散っちゃいました。はい、雑すぎました。まあそんな感じでね、カンパーニュを作ってね、まあ好きに食えばいいとは思うんですけど、で食べた感じとしてね、自分の感想としてちょっとね、もうちょっとね、カンパーニュ水気がない方がいいなと思ったんですよ。結局その人がどういう風に食べるのかが問題なんで、でこういう風になんかそこら辺の余ったやつとか野菜とかと食べるってなると、ちょっとね水が多いとカンパーニュ、もうちょっと汁気を受け止めてほしいなっていう感が今あったんですよ。でその時に、あ、じゃあそしたら今度もうちょっと消減率、焼く時の水の抜き方とかですね、これ減らしてやろうとか、まあそもそもの水分を減らしてやろうとか、これが考えつきますよね。うん。まあ、だからなんか作っていく上で、なんかこのやり方が正しいっていうふうに思うのは、正直自分はそれはちょっと違うのかなと思っていて、まあこういうどういうふうに食べたいのかっていうのが、そもそもなんかその食材としての正解じゃないですか。その人がどう食べたいのかっていうのがあるんで、そこからまあ逆算していくのが、まあ本当に一番正しい、その、作り方の答えにたどり着ける、まあ唯一の方法じゃないかなと思ってますんで、やっぱりね、自分がどういう風に食べたいのか、どういう風なパン作りたいのか、ここをね、明確にするのが大事なのかなという風にね、自分は常々思っておりますので、まあ今回実験的にね、まあやったので、まあ始まりがこう 0.05% からやるってとこから来ましたけど、まあそこからまたね、できたら、あ、じゃあちょっと重かったなっていうとこからまた始まって、じゃあ今度水分少なくしようとかいうのがね、繋がっていきますので、そういうね、まあ作り方とかしていくと、よりまあ美味しいパンが出来上がってくるのかなと、美味しいパン生活になってくるのかなと思いますんで、まあぜひね、皆さんにはそういう生活をという風に自分はちょっとプレゼンしていきたいと思いますというね感じで、はい、まあ、今回の動画は締めたいと思います。ちょっとここら辺がトマト悲惨なことになってますけどね、はい、はいはい、まあ、そんな感じで今回は長期熟成カンパーニュのお話でございました。まあ、こんな感じでね、まあ、ちょいちょいまたハード系もやっていこうかなと思ってますけど、まあ、普通の菓子パンとかね、なかソフト系のやつとか、まあ、調理パンとかも、まあ、なんかリクエストとかに答えたりとかで普段やっておりますので、とあと普通に理論のお話とかねやっております。あとはですね、なんか質問とかありましたらコメント欄でよろしくお願いします。で、コメント欄でね、ちょっと返せない分とかもあるかもしれないので、まあ、確実に返してほしい方は生配信に参加してください。毎週日曜日にやっておりますんでね、生配信。直接ね、質問いただけまして、それに答える形でやっております。ぜひね、夜の8時から10時でやっておりますんで、生配信にもお越しくださいという宣伝が終わりましたので、終わりにしたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ではでは皆さんも良いパン作りをまたお会いしましょう。バイバイ。